に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。稲月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。はい。なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい、はい、おもれき、第83回目になります。83。稲月さん、今年花粉症は大丈夫です？でもないんですよ。ないの？うん。今この鼻声は風？風です。あ、そうですか。はい。うん、今年楽で。あ、そうですか。うん、僕は今年でもなんか多い年だって言って言うけど、うん、鼻炎も全然出ないし。あなた花粉症なの？花粉症よ。だってもう番組聞いてても分かる、デリケートにできてるんだから。ケリーさん、本当に。で、目薬ね、ひどい時はもう何回も刺すんですけど、市販のやつしか使ってないけど、はあ、うん、今年全然1日1、2回目薬打ちゃ痒くない。あ、そんなことやってるんですか？うん、一応、うん、持ち歩いてるでしょ。へえ。目が枯れて帰っちゃうと結膜炎になっちゃうから。ああ、うん、ババチーテでね、腹が枯れちゃうと。だから今年は僕は楽で、ここ数年楽なのが続いてるので。あ、そう。うん、もうわな、花粉症の時代も終わりかなと。重い人は大変、ね、大変なんですよね。頭痛くてどよんってしてる、ね、だるいし。僕スギ花粉だけなんで。あ、そうか、いろいろある、ね。ヒノキとか米とか、だから年から年中花粉症の人っていることを思うと、うん、まあ野生児で育った割にはデリケートになっちゃった。本当だよ、そんなもんなの？わかんない。都会に慣れちゃったんだ。やっぱシティーボーイになっちゃったんだよね。本当に、うん、あの街で失礼な、大都会果てしないんだよ果てしない夢を追い続けられるんだからね。あ、そうです、うん、いつの日か大空駆け巡ってやるよ。そうですね。さあ、今日はですね、貴族の暮らしぶりを、平安時代の貴族の暮らしぶりを、平安貴族、はい、うん、ちょっと紹介したいと思いますが、貴族の人って、うん、働いてんの？働いてんじゃん。何して？役人じゃん。役場の、昔、今で言う官僚？ある人たちを貴族っていうの？なんか、蹴鞠したりさ、和歌作ったりしてる。明治年間やってるわけじゃない。やってないの？だって藤原の道長とかだって摂政関白っていう。でついてるだけで別に。内閣総理大臣みたいなもんでしょ、今で言う。なんで何したの？会議したりとかいろいろやってんじゃん。何の会議するの？いや、それ政治に関するいろんなこととか人事の話とかいろいろやってるじゃない。してんの？やってるよ。してるイメージ何にもないんだけど。年中女の検査を追いかけてるわけじゃないよ。そうなの？なんか。そりゃそうですよ。なんか遊んでて、で、百姓たちとか部下たちに、うん、百姓にその自分が持ってる荘園の百姓たちに米作らせて、うん、納めさせて、で、そういうのを管理する部下たちがいて、で、その貴族の人たちは、それでおまんま食べてるの。なわけねえじゃん。やっぱちゃんと働いてんだ。そりゃそうですよ。ああ、そうなんだ。何も働いてないのか。そんなことないじゃん。どういう経済なんだろうってずっと思ってたんですけど。あ、そうなんですね。目から鱗です。さあ、そういう貴族のね、こう、暮らしっていうか、まあ、そういうのちょっと見ていこうかなと思うんですが、まあ、生活習慣？習慣とか文化とか、なんていうの、風習とか、うん、こういうのもちょっといろいろあるのでちょっと紹介します。貴族の子供が生まれた時ですね。あ、人生を見るっけ。とりあえず1日じゃなくて、朝起きてじゃなくて、うん、生涯でちょっとやると。ライフスタイル、ライフスタイル、うん、うん、はい。だから働いてない、ずっと遊びまくってんだろうと思って。違う、うち、はい。まず生まれた時ですね、出産は汚れとされ、うん、出産には産屋が特別に設けられることが多かった。低年齢での出産も多く、医療や衛生の設備も整っていなかったため、出産は常に生命の危険を伴うものであった。出産に際して、僧侶や陰陽師による祈祷が盛んに行われた。うん、誕生直後の祝宴を
産屋市内といい、三屋、五屋、七屋、九屋、うん、なんて言うんでしょうね。三つの夜、五つの夜、七つの夜、九つの夜に行われた。うん、親族から衣服や食物が送られた。さらに、以下の祝い、50日と書いて、以下の祝い、桃花、100日と書いて、桃花の祝いも行われていたというのですね。まあ、出産にまつわる話なんですが、出産って汚れなのっていう思想、平安時代は。基本的に血が伴うものは、そのね、汚れっていう考えですよね。出産って血出んの？出るじゃん。あれって体液、溶液じゃないの？胎盤が先に、あれなんか、そういうのもあって、まあ、基本的に血が伴うものっていうのは。あ、そういう意味ですか。で、わざわざ産屋って小屋建てんの？まあ、要するに家を怪我したくないから、別棟を建てて、分娩室を。そうそうそう。で、それはもう生まれたら壊しちゃうの？そうでしょうね。それこそまさに汚れてるから。へぇー。贅沢。贅沢というか、まあ、仕方ない。必要経費でしょ。じゃあさ、ほら、大河ドラマとか戦国時代とか見てるとさ、うん、お屋敷で赤ちゃん出るじゃん。そうですね。武士の時代だともう違うんだ。まあまあまあ、まあまあ、まだ武士は武士でちょっとまだ違う。ああ、はいはい。これ貴族ですから。うん、一番うるさい時期だよね、この辺。平安時代が。平安時代が。大変ですね。まあ、祈祷をやるのはなんかわかりますわ。うん、僧侶とか陰陽師によってね。はいはいはい、うん、で、まあ、出産パーティーですね。お祝いね。お祝い、ね、パーティーを、さ、産屋市ね。三夜、五夜、七夜、九つ夜。七夜、ここ、うん、九夜、なんて。これどういうこと？三日三晩やるってこと？いや、三日目、五日目じゃない？多分。ああ。そういうこと。生まれてから3日目の夜と、5日目の夜と、7日目の夜と、9日目の夜に。無事に来れてっていうことだ。まあ確かに、昔は乳幼児の死亡率も高かったでしょうから、まあ、1週間生きてくれて。まあ出産直後にね、赤ちゃん亡くなっちゃうのよくある話なんで。よかったねってこういうお祝いですか。お祝いをするっていう。でも赤ちゃん言われお祝いされたって分かんないもんね。いやいや、それはまあ赤ちゃんであり、あり家族のためでもあり。でもそう、あのね、これ多分うちの田舎の風習なんだと思うんだけど、1歳ぐらいになると布団にくるまれるの。ほう。で、なんか何重にも布団にくるまれて、ほうほうほう、あのほら折り紙で作ったひな人形みたいな、はいはい、バーンってなって顔だけちょこんって出てる、ほう、なんかお祝いっていうの、行事っていうの、ほう、そんなのやったことないよね。血はね、ないね。だから多分うちの田舎の独特の風習だと思うんですよ。その写真残ってる。あなたの？うん。なん子供の時で、なんじゃこの写真って思ったのがありますが、まあそういうのって各地域に風習ってあるんでしょうね。七五三なんかね。ああ、そうだね。七五三って行きました？言いましたよ。本当か？覚えてないけど。行った記憶もない。千歳飴も食べたことない。ああ、羽根さんね。食べたこと。あ、千歳飴も。多分食べたことないと思うんですよ。あ、うん、やってもらったのかな。男の子は5歳の時やる。あ、そうなの。え、男女で問題あるの。え、7年3年5年ってみんな行くんじゃないの。いや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 。あ、そうなの。え、女子は7歳とか3歳と、あ、そんなの。え、7、5、3とかじゃなかった。いや、記憶いかない。話変えましょうね。はい、あと、そうすると50日、出産50日と100日のお祝いも、うん。大変ですね。まあね、景色が大事な時期ですからね。なるほどね。はい。うん、まあこういうので、まあ生まれた時はバタバタしまして。バタバタして。大変じゃん、これお祝い。いや、そりゃそうだけど。続いて成人
ですね、成人式ですね。いきなりもう飛んじゃうね。特にないみたいですね。成人式、男子の成人式は元服と言いますね、うん、で髪型を大人風に改め初めて冠をつける。ほうほうほう。で女子の成人式は髪上げ、ほう、模擬って何？模っていうなんか、ああ、つけるようになるんでしょ。で、髪型や衣服を大人風に改めた、うん、およそ11歳から15歳で行う、結婚を前提とすることが多かったそうです。お、まあ原服、まあよく使う言葉ですね、はい、でこれちょんまげ言うんでしょ。ちょんまげで曲げ、まあ、曲げ、ね、うん、ピュッて上に上げて、そのもそのビュッてしたのに、ビュッて分かります皆さんそこにあの帽子、烏帽子とかを引っ掛けるんでしょ、うん、これ11歳から15歳、うん、女の人は髪型が変わるの？だって平安のさ、女の人ってさ、ずっと髪の毛あのメーテルみたいに長く伸ばしてるだけじゃないの？ああだなって、ああ、でも子供の髪型ってどんなの？子供ね、なんだろう、どんなの？なんかほら、聖徳太子の絵の横にさ、こう耳ぐらいのところで、まずくるん、あ、水原は男でしょ。あれは男な、女はどうなの？女子はどうなんだろうね、子供の髪型ってわかんない。なんだろう。なんか印象がないですよ。普通に髪だらって、うん、か、あのやんちゃ姫みたいに上でちょんまげ。あ、まとめて、うん、聞かないですけど、うん、なんかするんでしょ。髪上げだから、なんかほらこうなんか冠のこんなのあるじゃん、おひな様の、あ、はいはいはい、ああいうのつけられるようにやるんじゃない、前髪伸ばすとか。あ、盛るの？盛るんじゃないでしょあれはほら、なんか貴族の人ってさ、あの幕末もんとか見ると、なんか本当にひな人形みたいに、なんかオールバックみたいな、ブワンって女子こうあ、うん、ブワンってこう、なんか三角形みたいな、逆三角形みたいな髪型になるじゃない、はいはい、あれはいつの頃からなるの？あれはだから正式な時なんじゃない？だから ああいうのは言えるような髪型にするんじゃない？それ平安時代の時もあんな、だっておひな様はなんかこうしてんじゃん、ブワンって、あのモワってモワってうん、でもそんな、なんか資料慣れちゃうか、みんななんか、あの、紫式部みたいな、あの。爪はね、だからタランとしてるけど、うん、だ儀式の時はやって、もこってやるとかね。で、髪型のなんか資料があったような気がしたんだけどな。髪型。うん、あの、僕が持ってるので、あ、でも、こう、昔は垂れ髪。髪上げって、垂れ髪っていうのは、頭の中央で分けて長く垂らすんだって。普通だね。髪上げ、髪ってあの、髪上げね、髪ってヘアの髪ね、うん、儀式の時なんかに結い上げる。いや、やっぱりそうなんじゃない？こう、髪をこう、もわってしてるみたい。そうですね。で、あと耳はさみ。ほう。動作をしやすくするために額の髪を耳に挟んでから垂らす。だからこう耳の後ろにカラッドルンってこう出てる。カラッドルン。うん。で垂れ髪っていうのがあって、元結いで束ねる。うん。あの髪でほら縛ってあるじゃん後ろ。はいはいはい。うん。を垂れ髪って言うんです。ですって。お。であと。女の子供は、振り分け髪、肩にかかるほどの長さの髪を頭の中央で分ける。だからショートヘアだ。やっぱりだ伸ばすってことなんだよね、うん。言えるように伸ばすっていうのが髪上げなんだね。で、あと、甘そぎっていう髪型があって、あ、背中の途中までの長さに切り揃える甘さんですね。あともう一個、うない髪、はあ、うなじまで垂らして切り揃える、
またうなじで束ねる、これも女の子の髪型。へえ。だから静香ちゃんみたいな髪型なんで、ね、うん、女学生みたいな、うん、はいはいはい、感じがこの古代の髪型ですね。で、さっき言ったこう宮中のそのほらおひなさんみたいな髪型についてはちょっと今僕の手元の資料ではないけど、モアっていうのはまだやってないんじゃないの？あれなんか意識はなんだろう、江戸時代のさ、そうなのかな、髪型なんじゃないの？なんか江戸時代だって、ほら平清盛とか見ててもそんな、あれだっていつも常じゃないでしょ、大河ドラマで、あれもなんか結婚の時とかだけじゃん。ああ、和宮の時とか、ね、ああ、でもそう、いつも堀北真希そんな髪型してたよ、篤姫で。なんか皇室、あの宮中の人はあのモアってしてたもん。そうですか、うん、まあちょっとキリがないので、うん、宿題ってことで。続いて出資、お仕事ですね。かな、出資やってんじゃん。あ、本当に上流貴族の子弟、子供たちかな、うん、親の位階、はい、くらいですね、はい、に応じて21歳で一定の官位を与えられた。これは恩義の姓というそうです、うん、で貴族は大半がいわば国家公務員であり、うん、年に一度の人事異動の儀式を地目という、うん、覗くに目お目目ですね、はい、そうすると大蔵省から執行部省に行けとか、うん、そこまで大胆な異動があるけど、ああそうなので21歳で位が与えられるって書いてあった資料に書いてあるんだけど、うん、ってことは21歳に就職するってこと？まあいや異界ですからね、官位相当のせいじゃん、位があってそれに見合ったポストがあるから、その位はお父さんが偉かったら一定の位は自動的にもらえて、もらえる、その官位異界に応じた今言ったようなポストがある。でもさ、ある程度その何とか何位とかってあるわけじゃない？それが1回ですね。で それもらえないと九州にはないってことは、やっぱり21歳まではが学生やってるわけじゃないでしょ。ああ、まあ学校もあるけど、ね、プーなの？プーではないんじゃん。お父さんについて見習い、ああ見習いとか、うん、やっぱ蹴鞠したり、一応学校もまあそれもほら、それは単にゲームじゃないんだよ、結局その付き合いのための手段で、歌なんかもそうだし、そういうお勉強も結局ほら単に余暇でやってるわけじゃないでしょ、お付き合いじゃん、今ゴルフみたいなもんじゃん、あ、うん、それなりの訓練をやるわけじゃん、たしなむ、そうか、うん、そうか、あ、武芸はやらないか、武芸はね、まあそれも家によってはそういうね、武官のうちならやらなきゃいけないだろうし、まあそれはある程度もたね、あるんでしょう。そうか、じゃあ陰陽師の家の子だったら、水晶玉の使い方とか、ね、うちのお仕事っていうのがあるからね、なるほどね、水晶玉は使わない。続いて三画、三画、算数の三に画商の画、そうですね、はい、長寿を祝う儀式を三賀あるいは賀の祝いという、うん、当時は40歳ともなれば老人で、まずよそじの賀があり、その後いそじの賀、むそじの賀というように10年ごとにお祝いした、うん、何米寿とか喜寿とか、まあ、まあそんな感じかな、ね、うん、40歳50歳60歳この頃平均年齢っていくつぐらいなんだろうね。平均年齢はまあね、子供のあれ、平均年齢、平均寿命ね。平均寿命ね。ね、まあまあ生きれる人は年取ってまで生きれるもんね。子供がどうしてもね、早く亡くなっちゃう人が多いから、まあ平均で言うと下がって。そうなんですよね。40歳で、まあ確かに老人ってさ、辞書で調べると40歳からっていうもんね。あ、そうなの、うん。辞書的には。うん、あ、そうなの。うん、へえ。
僕まだ17歳だから、ああそうです、ほど遠いですが、もうちょっとあるね、うん、まだ20年以上、うん、これあまり気持ちいい話題じゃないですね。どうしましょう。はい、続きは病、病気ですね。病気になっちゃうと薬や医師に頼ることもある一方、病は死霊、生き霊が取り付いて引き起こすものだという認識から、僧侶や陰陽師による火事祈祷も盛んに行われた、うん、どっちの方が比率高いんだろう。お医者さん呼んでもらう前に陰陽師でとかでこう祈祷してもらう方が多かったのかな。あ、どうなんでしょうね。いや今のまずどっちに電話す、電話じゃないか、メールもできないけど、LINE でまず陰陽師を呼ぶのか、まず医者、おどだ、僕たちだったらまず救急車じゃん、うん、あんまり大きな病気の、まあ、薬のドラッグストアで薬買ってくるか、うん、まあ、病院行くかっていうのがもうしか考えられないけど、この時代ってその本当にこう怨念とかね、こう あるわけじゃないですか。はいはいはい、うん、まあ、今の時代から見るとバカとはバカじゃないと思ったりもしますが、まあ、それこそ何で医者で治せるような病気は医者呼ぶんじゃない、お腹痛いぐらいだ、うん、じゃあもうがんとかだったら、でもそうなると要するに当時じゃあもう医術じゃどうしようもできないから、もうこういう場合はあの坊さん呼ぶんじゃない、あ、じゃあ初期治療はそうそうそう、クスシを呼んで、でクスシの手に負えないとカジキ等で、カジキ等なんじゃないですか。ってことはこれはでも江戸時代なんかでもカジキ等って、まあね、おまじないの類っていうのはねありますけどね。ですってでもどうなの、この平安時代なんて医学ってどれぐらいなもんなんでしょう。いやーだ、今の漢方の感じなんじゃないの。そんなもんか、うん、ね、よかったね。わあ、でも今でもさ、なんだっけ、なんとかっていう手術して死んじゃった、ああ、腹腔なんとかっていうやつね、カテーテルじゃないや、なんか穴開けて、なんか針金で治すんでしょ、はいはい、すごい表現が下手ですが、まあ、はい、あの、まあね、まあ怖いんですね、健康が一番ですね、うん、続いて出家になってきます。お、死後の極楽往生を望むならできるだけ早い時期に出家して仏教修行を積まねばならないと信じられていました、うん、しかし家族や官職に未練が残り、仕事に未練が残り、なかなか決心できないものも多く、大半のものは出家を長年の念願、これを年頃の本意として抱き続けることになります、うん、そんな彼らの出家のきっかけは病気になった際に仏に帰依して病から救ってもらうため、重病で死を予感して慌てて極楽往生を願うためというのが多かったようですと、うん、出家しないとダメなの、まあ、より確実に、おだから、まあこれそういう思想だよね、こう死んで極楽往生、うん、まあ、天国行きたいというのは皆さん思うから、でこれ出家すると、うん、何、仕事は退職するの、ああどうなの、まあ、その辺は多分形式的なとこあるんじゃない、なんかほらなんとか入道になってさ、そうそうそう、平野清盛だって、ね、お仕事してるじゃんね、入道小国とは言いながらでも仕事はバンバンやってるね、うん、だからまあ、まあ、上の方は形式的な、まあ、出家、本当にもう世捨て人になるとまではいかないけど、でさあ出家するっていくらかかるの、ただでできるの、ただっちゃただなんて、あの人出家してるでさ、あの女優さ、誰、小川真由美、あ、そうなの、まず出家して甘さになって、小川真由美ってどんな人だっけ、あ、小川真由美ってなんかね、あのね、武田信玄の大河ドラマで、あの八重っていうのとか、あ、だだだ、あ、なんかちょっと不気味な、なんか妖怪みたいな、で今も丸めた、丸めて、あのあれじゃない、もうちょっとこの短いボブカットみたいなのを、じゃあ最近テレビ見ないなと思ったら出家してるって、
やっぱみんな憧れなんだ。なんだろうね、老後の僕らの憧れってなんだろう。こんな出家じゃないよね、老後の憧れ、うん、だってこの人たち、その要は老後は出家して仏に仕えて極楽往生行こうと思ってるわけでしょ。まあでもね、当時もやっぱりしたいけどできないっていうのが実態で、土壇場で結局バタバタやるっていう。あのほら、今定年退職ってあるじゃん、うん、この時代は定年退職なんて、定年あるんじゃないですか。あるの、うん、まあまあ大体多くの、まあ、ギリギリのちょっと身分の低い貴族さんなんかはギリギリまで出家できない。いやいや、そんなことない。偉い人だからこそ逆にその忙しいとかね、いろんな最前線に立たないといけないから。偉い人こそ本当に働いてないじゃないの。そんなことないよ。だって人事院だってさ、ハンコ押すだけじゃないの。そんなことない。だって今の総理大臣の方が一国の支配者だよ。でも昔なんか適当に、だって自分がさ国士でさ選ばれてもさ部下に貸してるわけじゃんか。ほんで遊んでるんでしょ。それから書類は全国から来るし、そのなんとらの報告とか、それに一応さ、やるかやらないかはその個人の問題なわけ。それまともにやればまともな仕事でしょ。まともっていうか忙しい。全然どんだけ言われてもそんなイメージが浮かばない。だから結局なんかこうね、出家したいけど無理だなみたいな感じになるの。宇治平等にあんなん作ってさ、あれ別荘なんですよ藤原さんの。宇治平等ってもともとあれじゃん、極楽。ああそうだね、うん、あれもうリニューアルオープンしました。しました、はい、また行こう、うん、さあ続いて死ですね。あ、死んじゃいますもんね、はい、死者は棺に入れ死者は棺に入れ、しばらく安置した後は、鳥辺のなどで火葬にしたり、埋葬したりした。うん、死後49日間は、うん、中雨、うん、中陰、うん、中雨って中に、あるなしのあるですね。うん、中陰、中に影ですね。陰陽の影ですね。うん、と言い、死者の魂がさまよう期間と考えられた。その間、近親者は喪に服し、供養を行って死者の極楽往生を、記念した、うん、願ったですね。また、死は汚れと考えられ、喪服期間中は様々な制約があった。鳥辺のって何ですか。鳥辺のってのは、まあ、地域ですね。あの平安京の中にある、あ、そうそう、東山 の鴨川の向こう側、東側。ああ、まあそれ火葬場みたいなもんですか今現在。火葬場、まあまあ今風に言えばそうですね、うん、あの辺りにこう葬る場所、うん、ああ墓地&火葬場。京都はまあこう何か所かこう郊外にそういう場所があって、うん、で四十九日は墓中みたいなの、今でも墓中だよね。まあ今でもそうですね、うんうん。この頃から、この四十九ってのはどういう、なんか、仏教的な思想なのかな。仏教でしょうね。うん。これは昔から、こんな時代から。まあ、こういうものが今にも続く、ね。続くのね。うん、千年、軽く千年は続いてる。でも今四十、そうか。もう今、葬式も随分簡略化してさ、うん、その、葬式と初なのか一緒にいろんな儀式は、ね、やっちゃいますよね。で、うちある親戚のとこは四十九日をまとめて一回でやっちゃったよ。ああ、今よくあるんですでしょ、うん、ねえ、時代はこういろいろ変わりますが、うん、なんかやっぱ今に続いてるものもあるんですね。ね、今でもやっぱり年賀状はやめるとか、はい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 、喪に服すとかっていう意識っていうのはあるよね。すごいね、千年続いてる風習なんですね、うん、さあまあこうやってちょっと触れてきましたが、やっぱり働いてる感じは、いやいやいや、それはなんかそれなんか文学作品の影響でしょ。光源氏とか、うん、ああはい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 、あんな子女のケツばっかりやってるから、そんなのなんか予売だってお仕事してるじゃん。予売しかしてるような。そんなことはないよ。
そうなんですか。基本みんなお仕事はやってるでしょ。うん、下世ないですが。さあ、ちょっと平安時代の貴族はね、こういう生活っていうか一生という一生を暮らしているというお話でした。はい、ではお便りいきますよ。はい、トラツグミさんからいただきました。はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。トラツグミと申します。先日希望していた缶バッジが届きました。ラジオにメールを送り、品物を希望したのは初めてだったので、実物を前に驚きました。まずは、今月のシティマラソン、5キロと短いのですが、そのシティマラソンのゼッケンに、止めるのに使おうと思います。ありがとうございました。で、妄想ドラマ完結で、僕がカンとこうケリーさんが一言に、うわー、キャスティングし終えたと驚きました。歴史にも俳優にも疎いので、とても興味深く聞いていて面白かったです。うん、相変わらずで通勤電車で聞いていますが、お二人の会話は比較的ゆっくりなので、で車内で聞きやすいのが嬉しいです、うん。これからも楽しみにしています。ではさようならといただきました。マラソン大会出るんだって。すごいね。マラソンできます？出たことあります？いやー、高校の長距離走以来。ああ、僕もそうですね。キロ単位でなんか走ったことないですね。僕も空襲来たら即もう走って心筋梗塞で倒れるぐらいダメですね。なんでそれ。でも高校の時は、もう高校のマラソン大会男子は13キロ走るんですよ。1時間で帰ってきません。あの時はね。今無理ね。私も中学の時8位っていうのを怒る学年で、うん、それ8人中8人何言ってんだよ、お前の学校で8クラスぐらいあるの。そうなの。みなずきさん、それスポーツできる感じには見えない。昔はね、結構ねあったんですよ。なんか大学ぐらいでちょっとなんか人生選択いろいろミスってますね、うん、迷った時期がいろいろあって、ね、うん、だってなんか大学行く前もなんかちょっと違う道行ったでしょ。そうです、ね、それ覚えてる、いろいろありますね、うん、それはまだ黒歴史ですね。くねくねして、ね、まあね、まっすぐ行くような人生面白くないですからね、うん。さあ、僕もマラソンで、でもこう40キロとかのフルマラソンやる人とかって今流行りですね。なんか途中からなんか最低症になるでしょ、なっちゅうの、なんかトランス状態になる、はい、うん、ってなんだってね、うん、理解ができないですね。さあ、妄想ドラマ、持統天皇、妄想大河、持統天皇ですね、うん、ね、まあ、楽しんでいただけたらよかったかなと思います。うん、はい。またね、宣伝の方お願いしますね。よろしくお願いします。さて、続いて、トム・ヤン君さんからいただきました。トム・ヤン君。はい。ケリーさん、みなずきさん、こんばんは。初めてお便りします。最近この番組を見つけて楽しく聞かせていただいています。妄想大河ドラマ、持統天皇の回ですが、私も古代史が大好きで、持統天皇の大河をやってくれないかなと常々思っていましたので、うん、胸を熱くして聞いておりました。キャスティングを中心としたお二人のトーク、楽しく聞かせていただきました、はい、私からはストーリーに関する提案をさせていただきたいと思います、うん、まず中野大江の王子がストーリーの中心となる序盤、一子の変のヒーローとして君臨している父を尊敬している持統、宇野のさららの姫巫女が、蘇我の倉山田の石川麻呂や高徳天皇、有馬の巫女ら、身内の人々を死に追いやっていく父の残忍さを成長とともに忌み嫌うようになっていく。うん、そして大天の巫女との、大天の王子とのエピソードが中心となる中盤では、彼を理想を追求する本当のヒーローとして描き、大天の王子をね、理想を追求する本当のヒーローとして描き、持統は、父と夫との対立が深まる際にも、夫に味方し、彼の即位を夢見て尽くします。うん、
で、壬申の乱から天武天皇即位まではエンターテインメント性を中心に押し出し、天武夫妻の理想社会の実現を予感させます、うん、しかし天武天皇没後、天皇家と天下を背負って、立たざるを得なくなった持統、天皇家と天下を背負って、立たざるを得なくなった持統、夫の理想を次の世代に引き継ぐため、いつしか多くの身内を殺していきます、うん、彼女は次第に父と同じ残忍さを自分の中に見出すようになります、うん、最終回では彼女の心に救いをもたらす何か、うん、天武に秘められた意志が明らかになったり、誰かが彼女を受容受け入れてくれたり、そういうのがあってめでたしめでたし、まあほっとして死んでいくみたいな感じとなります、うん、以上いくつか実現してほしい持統天皇の大河ドラマの妄想ストーリーでした。これからも変わらず楽しくてためになる番組を期待しておりますというふうにいただきました。さあストーリーをこう付け加えてより具体的にね、構造やっぱそうだよね、みんな殺しまくってるもんね、親子で ね、お父ちゃんとお母ちゃん、ね、娘でね、うん、うん、まあこうやっぱ政治をこう軌道に乗せていくためにはやっぱ殺していかなきゃ仕方ないだろうね。あ、そうなの。うん。まあでもそれがなかなか理解してもらえないから孤独になっちゃうんだろうね。うん。そうですね。うん。それと天武天皇って一番かっこいいんだろうね。ああ。もうこう安定した政治が行えてね。早く死ぬ人はね、うん、美化されるね、最後のぐじゃぐじゃしなくて済むからね。え、またちょっとこういうのでまた妄想で、俳優はあの人たちこの人たち、あ、そうですね、あのメンツで今の話を聞くと、まあ、よりなんか具体的になりますね。でもね、あれ喋った後またいろんなテレビとかドラマ見てて、ああこの俳優がいたとか、ああこっちに住めばよかったとか、あ、なんかね、あの草壁のみこ、あれ、なんか僕上地雄介を誰にしたっけ、上地くんだったっけ、だから草壁のみこをね、あ、草壁のみこはあれか、あの江本明の子供 だ、あの誰も忘れちゃったけどね、なんかえなりかずきいいなと思って、なんかひ弱系のキャラクターで、これでそれ渡る世間を鬼ばっかで見て、あーこれがいたとか、あー斉明亭の泉ピン子どうとかさ、なんか見るたびに、なんかもうすぐ流されてですね、こう思ってしまいますが、うん、ドラマ作るって大変なんですね。はい、続いて、ドクターさんからいただきました。ドクターさん。はい。はい、ケリーさん、水月さん、こんばんは。センター試験挑戦お疲れ様でした。お二人の話を聞いていて思い出した小話があるので、少し長くなりますのが、紹介させてください、うん、天文法華の乱はまず、当時幕府で実権を握っていた細川氏が町衆らの制圧を一向宗に命じる。制圧を終えた一向宗が調子に乗ったため、その制圧を日蓮宗に命じる。さらにそれを機に日蓮宗が調子に乗ったため延暦寺に制圧を依頼する。そんな流れだったと言われています。それからお手紙にあった藤原の道隆さんの死因ですが、私はずっと大好きなお酒の飲みすぎだったと習ってきました、うん、長々と失礼しました。お体に気をつけてお過ごしください。それではまた、ということで、天文法華の乱の流れはこんなんで、こんな流れでいいですか、こんなもんですか。まあまあまあ、大雑把的には。あの時もなんか一回話したよね。はい。ざっと、はい。もうその何を話したか僕はもう覚えてません。覚えてないな。はい。あのまた聞き直しますね。まあ大雑把でこんな流れでよろしいかと。で、藤原の道隆の死因は酒の飲みすぎ、糖尿病ですね。天然痘だとかなんかいろいろあったよね、話が。うん。であって、ドクターさんもまあ糖尿病系なんですね、これは。お酒ね、うん、みたいですね、うん、まあ、あのそんなこと、まあ藤原の道隆って
歴史の授業的に大事？大事かな、どうなんだろう。太文字になる教科書的には。一鷹は出ないんじゃないか。まあ、うん、じゃあどっちでもいいね。糖尿病でもテネトでも。死因はね。はい。もう一度行こうかな。はい。はい。ケンケンさんからいただきました。ケンケンさん。はい。ケリーさん、水月さん、こんにちは。神奈川在住のケンケンです。幕末と横浜。始まりは神奈川からという2週にわたる神奈川県特集。ありがとうございました。とても嬉しく聞きました。とても楽しく聞きました。またその後の妄想大河、持統天皇も私の希望が叶ったようで嬉しかったです。実際に映像化してほしいですね。さて、幕末に関してですが、私は明治維新は薩長クーデターという見方をしていますが、ケリーさん、水月さんはどう思いますか？かっこ、鹿児島山口の方ごめんなさいと書いてあります。神奈川県は幕府直轄地だったの？だったから、ということではないのですが、幕府側から見ればそんな感じだと思います。明治維新という単語がクーデターというイメージを消していますが、誰がこの明治維新という単語を作ったのでしょう。鹿児島出身の友人は天皇のトップは変わらないので、決してクーデターや革命ではないと言っていましたが、私は秀吉、家康が天下を取った方法もクーデターだと思っています。また話は飛びますが、義神和人伝も本当は、三国志、義書、東夷伝、和人城というのが本当で、和人は伝、伝説の伝に格上げするというのは大胆な気がします。これも前から気になっています。文科省も訂正しないのでしょうか。日本史用語は世界史とは違った独特のものがありますね。まとまりのない話ですいませんでした。寒さが厳しい季節ですが、風邪などひかないようにご留意ください。ではといただきました。はい。ケンケンさんね、まあ、妄想大河、聞いてくださってありがとうございました。で、まあ、明治維新ってこの言葉は、いつから使われるようになったんだろう。ものごく、まあ、私は、お勉強でした。まあ、近代、ね、歴史学の中で出てきた言葉です。まあ、結局、その、ね、江戸幕府側と明治政府側と戦争して勝っちゃったのは、明治政府だから、まあ、勝者にどっちかって命名権はあんじゃないの？そうでしょうね。だからまあほらドズルザミも言ってたじゃん。アニメになってない話だ。まあ、勝てば官軍、負ければ朝敵ですよね。でももしかしたらその言葉がふさわしくないからって、もしかしたら変わる可能性もあるのかな。あ、今後、あ、まあそれはないとは言えないね。ねえ、うん、明治革命とかさ。あ、革命ね。分かんないけどさ、まあもしかしたらなるかもしれないですよね。まあいろんな立場によって捉え方も明治維新も違うわけだもんね。そりゃそうです。もしかしたらまたその現代の歴史家、歴史研究者の主導権争いがまた何か変わったら、うん、こんなも変わるかもしれないですよね。うん、続いて魏志和人伝ですね。これは何ですか？正式名は三国志、魏書、東夷伝、和人城、うん、三国志っていう本の魏の国のことに書いてある中の東地方のとこに和人がある。これが正式名なの？まあまあそうですね、うん、これ魏志和人伝とはまた違う、うん、まあまあ呼び名なの？日本独特の言い方でしょうね、うん、そうなんですか。まあ誰かがそうやってつけたんでしょうね、うん、まあ時代また変わるかもしれませんが、そういうのもこう知るのも歴史の楽しみじゃないかなとこう思いますのでね、また
そういうのもちょっとまたいつかやりたいなとは思ってるんですが、いっぱいやりたいこといっぱいあるんですけど、まだ、いや、ちょっと考えておきます。はい。ケンケンさん、ありがとうございます。じゃあ、今日はここまでにしていきましょうかね。はい。はい、おもれきでは、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。お便りテーマ、おすすめの日本のお城、うん、戦争の体験談、造列車の体験談、など、他にもお便りテーマがあり、募集をしております。詳細は、おもれきのブログをご覧ください。また平成27年5月31日まで、おもれき国勢調査を行っております。現在お住まいの都道府県、海外リスナーの方は、国名を報告してください。一番リスナーの多かった都道府県またはその国の特集を企画します。お便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.comツイッターのユーザー ID はおもれき2013です。さらに、おもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。ユーザー登録されている方は、おもれきのチャンネル登録をお願いします。はい、ではまた、ポッドキャストでお会いしましょう。はい、さようなら。さようなら。